でもベッキーさんは割となんかその忙しいのか忙しくないのか分かんない感じの昨今ですけどどうですか生活は？<laughs> いい質問ですね。えっ、ー、とあまあスケジュール的には忙しいですよ。なぜかというとまあ子そ子育てとの両立が大変っていう。しかもレンドラをちょっと前までやってたんでそれはなかなか大変でした。うん、あレンドラでしたんですか？そうなんですよ。テレビ東京のあの赤いナースコールっていうあのちょっと流行りの考察もの。 秋元康さんんが手がけてたやつですね、えー、あそんな役者の仕事を普通にやってらっしゃってで子育てもしてるみたいなそうなんですよねでもよかったっすね子育てできるタイミングできてあいやもうありがたいですよ本当に。にんか割とその忙しいまま子育てタイミングを逃してで子供生まれたけど子供の世話全然できなくて子供とめっちゃ仲悪いみたいな芸能人の人いるじゃないですか <laughs> 誰いやだから長男覚醒剤で捕まるみたいな役者さんとか。<laughs> なるほどねあそれで言うと、うん、お仕事が本当にあの少ない時に授かって、もうしっかりと子育て向き合えてるのでありがたいですね。あなんかそういう意味で、別にあ,もうある程度稼いでると、お金ってそ,んななく、まあ、そこまで稼がなくても暮らせるじゃないですか。そういう意味でそのプライベートの時間がなんかがっつり取れたっていうのは、結構人生にとってはすごい良かったんじゃないかなって気がしててあ、まあうん。ありがたいなと思います。というか レギュラー番組10本ぐらい抱えながら子育てってなってたらどうなってたんだろうと思いますもう、ですね、心が疲弊して、うんで。すげえ仕事終わった後家帰って夜泣きとかになったらそれ切れますよね。<laughs> 大変だと思う。だから僕もそのフランス住むようになって割とその連絡が来なくなったんですよね。だまあ、<ー>東京にいるとやっぱり呼ばれたりとかいろいろあるんですけど、うんうん、割と自由時間がどんどん増えたので、 なのでなんか一定のタイミングである種反引退をするっていうのは、なんか人生楽しく長生きする上では結構重要なのかなと思ってうんうん。なんか場面が変わるのって悪いことじゃないっていうか、ステージが変わる感はありますね。うん。だからあの、大橋巨泉さんっていう人が昔あの、突然こう、俺日本に住まないでオーストラリア行くわみたいなこと言って、で、楽しくやったりとか、はい、なんかそういうこう、なんか、 全世紀、まあそのなんか、あの、最後まで行ってから引退じゃなくても、途中でなんかそういう現場から離れるっていうモデルの人たちが増えてもいいんじゃないかなっていう意味で、うん、まあベッキーさん望んでやったのかどうかわかんないですけど。ーああ、そうですね。望んではいないかもしれないですけど、<laughs> まあこれはこれでね。<laughs> <laughs>